様なのね。あ、まさか。お久しぶり、エス。岩永姉様、妹のかぐやです。かぐや、どうしてこんなところへ。富士に幽閉されていたのでは。ええ、でも金太郎が連れ出してくれたの。かぐや、まずは中に入って座りませんか。大したもてなしもできない質素な庵ですが、立ち話よりはいいでしょう。そうでしたか。金太郎、妹を解放してくださりありがとうございました。富士のお山は穏やかなもんなのに、かぐやはずっと閉じ込められている。おいらはただそれをおかしいと思っただけだ。そうですね。確かにかぐやを閉じ込めるのは私にも理由がわかりませんでした。13年前、八百万の神々がお怒りになり、富士のお山が噴火しそうになった時には、かぐやの姉ちゃんの朔也様が生贄になった。そうです。妹の朔也は類いまれな霊力を持った子でした。そういう子を捧げることで神々の怒りを鎮める。朔也は最後まで気丈に振る舞ったそうです。生贄はやっぱり効き目があるのか。昨夜を捧げた時は確かに効き目がありました。富士のお山は嘘のように穏やかになって。そう。でもそれ以来お母様は変わってしまわれた。優しく温かだったお母様が冷ややかで厳しい雰囲気に。けれど、そうなるのも当然のことなのかもしれません。お母様は本当に昨夜をめでておられましたから。やがてお母様は狐に祭りごとを任せ身を隠されました。そしてそのすぐ後に私は諏訪へ移され、かぐやは竹の結界に幽閉されたのです。また、神様たちがお怒りになった時のために、か。さあ、こんな話はおしまいにしましょう。かぐや、本当に久しぶりです。何もないところだけれど、くつろいでくださいね。うん、ありがとう。なんだろう、誰かに呼ばれたような。つくよみだ、つくよみじゃないぞ、つくよみじゃないぞ。つくよみだ、つくよみじゃないぞ。誰だ。私はかぐや。
つくよみは私の母様、あなたたちは。娘、つくよみだ。娘ならつくよみだ。つくよみだ、娘だ。つくよみじゃない。つくよみじゃない、言った通りだ。カグヤはつくよみだが、アマテラスとスサノオには会えたのか。アマテラスとスサノオに会いに行った。会いに行かなかった。戦だ、戦をする。アマテラスとスサノオ。アマテラスとスサノオ。お怒りだ。アマテラスとスサノオのせいでお怒りだ。戦をするからお怒りだ。戦だ、戦だ。戦。じゃあ母様はそれを止めようと。そうだ、つくよみは止めに行った。違うぞ、止めに行ったぞ。戦はやめろ、お怒りだ。神々のお怒りだ。お怒りだ、山も火を吹くぞ。怖い。怖くないぞ。怖い。その方々はきっと、この諏訪の地に住まう八百万の神様たちでしょう。八百万の神様。自然の世界に宿る八百万の神様には様々な方がいらっしゃいます。私たちとほとんど変わらぬお姿で、変わらぬようにお話しできる方。
目にも見えず、声も聞こえぬ方。獣のような姿で、獣のように振る舞われる方。もっ人の物差しで測ることなど恐れ多い、尊い、人の及ばぬ力をお持ちの方々です。その神様が言ってたのが。アマテラスとスサノオ。知ってるか、岩永様。出雲のスサノオ様とヒューガのアマテラス様。この瑞穂の国で最も強い王様たち。戦を止めろって言ってたわ。13年前、神々がお怒りになった時。確かにスサノオ様とアマテラス様は、戦支度を進めておられました。そこに、お母様が和平をお申し出になり、三国は不戦を誓ったのです。しかし、なぜか神様たちの怒りは静まらず、富士のお山が再び。それで、桜様が。嘆かわしいことです。母様は、そこに。行き先は、決まったな。一晩だけだったけど、ありがとう。姉様に会えて、とても楽しかった。ええ、私もとても楽しかったわ。こちらこそ、本当にありがとう。では、旅の餞別として、これを持っていきなさい。これは？お母様が残していった守りの竹笛です。私たち、富士王家の女を守る笛だそうです。母様が残した？さあ、吹いてごらんなさい。
思議な音色。何か姉様の温かさが伝わってくるような。その笛は私たち富士王家の女の絆のようなもの。吹けばどれほど離れていても互いの存在を感じ取ることができるのだそうです。私たちの絆。あと出雲へ行くのなら鏡原にいらっしゃる花坂様にお会いしなさい。花坂様。お母様も宮廷に招いたとても知恵のあるお方です。きっとお力添えをくださいますよ。それでは金太郎、くまちゃん、妹を頼みますね。おう。モモン。ありがとう、岩永姉様。ええ、道中気をつけて。イザナギ様、イザナミ様の御霊と共にあらんことを。姉様も元気で。